2013年にハワイ沖で実施された米中海軍の共同訓練海上衝突回避規範は他国の海軍同士が西太平洋地域の洋上で不慮の遭遇をした場合に取るべき艦艇及び航空機の行動を定めた規範。海上における衝突に関する国際規則としては1972年10月に国際開示機関により制定された海上における 衝突の予防のための国際規則に関する条約があった。しかしこれは全ての船舶に適用されるものであり、海軍艦艇のために特別に作られた規則ではないため、模擬攻撃のように海軍艦艇に特有のインシデントについての規定がなかった。同年にはアメリカ合衆国とソビエト連邦の間でこのようなインシデントを防ぐための二国間協定が締結されたが、 これは国際的に初めて結ばれた海上事故防止協定であり、その後の様々な協定のモデルとなった。アメリカ合衆国と中華人民共和国の間でも、1994年に中国人民解放軍海軍の091型原子力潜水艦を追尾中のキティホーク空母戦闘軍と中国軍機とが対峙した事件を契機として、1998年に 軍事海洋協議協定が締結された。しかしこれは、米ソの陰キシーとは異なり、協定そのものに、自己防止のための共通の規範が定められていなかった。また締結後も、2001年の海南東事件や2013年の中国海軍レーダー照射事件など事故、インシデントが続いており、海洋法の解釈の相違により、米中のギャップが埋まっていないこともあって、 米中の軍同士の深刻な衝突を避ける役割を十分に果たしていないと評価されていた。西太平洋海軍シンポジウムでは10年以上に渡って規範に関する問題を討議しており、2012年の会議ではキュー図を正式に取り上げたが中国の危険によって承認されなかった。しかし、同国の習近平国家主席が新型大国関係の一環として、 米軍とのより協力的な関係構築を進めるように指示したこともあって、中国側の姿勢にも変化が生じた。そして2014年4月22日に、三島省鎮島で開催された第14回のシンポジウムにおいて、中国を含む21カ国によって本規範が合意された。会場での偶発的衝突を防ぐことを目的としており、 第2章では安全確保対策、第3章では通信手順が規定された。コールレックでは、火器管制レーダーの照射や、模擬攻撃等についての規定がなかったのに対し、キューズの2.8項では避けるべき行為として、模擬攻撃が明記され、また模擬攻撃の手段として、銃、砲やミサイル、魚雷発射艦に並んで、下記管制レーダーの指向も盛り込まれた。あくまで規範であり、 法的拘束力や遵守義務がなく、規範の対象も西太平洋地域で活動する合意国の海軍艦艇や航空機に限定されているものの他国間協議の場において中国を含めた艦太平洋の各国が共通のルールに合意したことは画期的なこととされる。本規範に2014年に合意した国は以下の通り、ありがとうございます。